配信されるのが4月から5月ぐらい。母の日とか息子に黄色いカーネーション送られて笑ってた母親の話です。母の日、私高校生の頃ガーナあるじゃない、板チョコの、うん、あれをなんかお母さんにあげるみたいのが流行ってて、CM とかでもガーナって聞く違うよ、ガーナお母さんに当てるあげるじゃなくて当てるガーナをなんかこうデコってあげてた。あららららら、感動的じゃな。母の日か、ラインぐらいかな、2年に1回ぐらい。周期あるんだ。今年はないみたいな。じゃあなんかね、何回かね、自分のリアルの誕生日と一緒な時があって。あんた誕生日、リアル誕生日いつだっけ ?5 月13。あ、そっか、13だからか。誕生日の時は送らなかったな。あ、誕生日こそ送らなきゃいけないのか。産んできてくれたり。産んできてくれたり。あんたどっかに産んでくれた。産み落とされた感じ。あ、産み落とされてありがとう。産み落とされてありがとう。迷惑そう。では母の日のことは私という普通なんだもん、別にバッグあげたりとかさ、あそういうのしかやってないから特にないよね、うん、まあ、ゴールデンウィークね話しちゃったしね、うん、それぞれの何の日かってことゴールデンウィークの、はい、それぞれ子供の日とかそういうこと。あ、そうです、そうです。昭和の日、緑の日、3連休があるわけなんですけど、子供の日と緑の日と何だろう、山の日。違うね、それは8月から、ね、体育の日が山の日だったわけ。あ、そんなに。そうなんすか。もうなんか名前変わらなかった。なんか、なんだっけ、何かが変わって山の日になったよね。あれ、山の日って新しくできたんだっけ。もともとなかったよね、山の日。2016年にできたみたいですね。え、山に感謝する日なので、何でしたっけ。その3連休は子どもの日、緑の日で憲法記念日だそうです。あ、定められた日ってことですね。刺さらず、まあ、広がらずでしょう。何かが刺さったら逆にないもん。ない。そうね、うん、求めるからちゃんちゃらちゃんちゃら。5月は母の日もあるし、アイスクリームの日。決められてはないけど、釜の日っていうのが言われてるぐらいだね。4月4日、3月3日、5月5日で間を取ってお釜の日。なるほど。何を祝うんだろう。なんか謎に2丁目湧くわよね、うん、お釜の日。女装とかしだすから。あ、そうね、ここぞばかりにね、バカみたいに女装してる人か。あ、嘘、バカみたいに。私はお釜の日じゃない時に女装する。ダメだね。ダメではないけど、別になんか勝手にできてたよね、気づいたらね、うんうん、そうそう、勝手に決めただけ。うちらの界隈で誰にも認められない。おかまの日、大変です。おかまの日の呼び名がトランスジェンダーの日に変わって。なんでトランスジェンダーの日なの。じゃあ LGBT の日じゃないんだ、逆にね。トランスジェンダーの日と制定されるまではおかまの日と呼ばれていました。過去になってるんですけど。私らも過去。トランスジェンダーって何。私もそこ思ってた。性同一性障害のこと。性同一のことだな、トランスジェンダーって。あ、ちょっとまた違うのかな。男の人が女になりたい、女の人がトランス、ジェンダーをトランスにしたから。そうですね。おかまは広いんですよ。おかまは広い、おかまは広い、名言が名言だ。全然名言って言ってもねえな。海は広い。おかまはね、ね、いろいろいるからね、なんでもいいよね、別に。もう LGBTQ って聞いたときに、私バーベキューって聞こえてたから。アルファベット並べときゃいいと思ってるのかな。なんか世の中が騒ぎすぎ。ちょっとだけほっといてほしいから。ほっとかれてんだけどさ。いいの別に。昼間っから買う人に子供がいるのが。よくないよ、ここに来たら。今だって酔っ払いなんていっぱいいるじゃんね。この時間で終わる人もいるしね。この時間でもいるよね。うん、この時間で酔っ払ってんの私だった。確かに。でも今はもうそういうのなくなったよ。まあそうね、パタッとなくなったよね。体力的にすごいじゃん。まあそうね、うん、次の日の仕事だしとか思って。いいんじゃない、人も物もお金もなくさないですね、ちゃんと。まあ確かにね、うん、うん、
体重だけが増えていく。すごいよね。人も物も金もなくてって言ったら、うん、すごい。違う違う違う。すごいうなずいてたよ、一番。深かったよ。違う、今なんか、わからずうなずいてた。ごめんなさい。あんた、話聞いてなかったと思う。じゃあ、あとね、あんたね、またそれもそれも。じゃあ、あんたの悪くてねって。たまに困ったりとかさ、なんか嘘つくときこうやって手こうやるの、いつも。私は知ってんだよ、これ。見てっから。そう言いながら、ちゃんと座り直した。自分もやっとるが。あ、怒る準備ね。怖いね、無意識って。やだー。ごめんなさい。あと怒られるとき、怒るときは一回こうちゃんとね、ふーっとか言って。手ばっか見てんじゃないよ。すいません。指輪しない。すいません、と思ってね。思ったんやね。あいつふざけてるわ。あれ動作的な、私あれないかもしれんね。そう考えたら。うん。川田君あまりさ、その行動、だからその発言はなんかあったとしても、動くとかなんかするっていうのはないかも。なんかしてたらこうみたいなのない。ない。特にない。ほんまないかもね。うん。嘘つくとき小指触るとかさ、うん、怒る前に絶対座り直すとかさ、そういうのはないよ、私。嘘つくとき小指触ってる。嘘つくときとか困ったときとか。愛人しちゃうんだ、こいつ。で、あとなんか営業中とかちょっと困ったら、ない髪をこうやるときがあるの、これ。なんかこうやったりして。うん。刈り上げ触ってるみたいな。違う。この子は、やる。あの笑いわかるよね。ああ、わかるわかる、うん。なんだろう。ちょっと乾いた笑いとかね。なんかね、めんどくさいんだろうなとか、そういう時にあの笑いが出るから、なんとなくでもわかる、あそこの宅配がいいんだなとか。めっちゃバレてんじゃん。でもこれ、笑い方でわかるっていつも言うから。笑い方でわかる。それ酔っ払ったとか。うん。そういう笑い方と、あと顔がなんか溶ける。前言ってたじゃん。なんか酔っ払ったら何か言って、ディズニーのキャラクター。あ、ルミエル？あ、ルミエルに似てる。うん。ああいう感じ。ろうそくね。美女と野獣のろうそくね。でも確かに酔っ払った時にイエーイとかって写真撮ったのを見返すと、やっぱりこうなんか、なんかね、重力がすごい。重力がなんかね、垂れ目になるの。そう。すごい垂れ目になる。バレてたから。ってことは思ってたんだね。あ、違う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 。触るために。意味合いがいっぱいついてます。花を振るね。怖い。黄色いカーネーションとか。それそれは違う。なんだっけ、黄色いカーネーションなんだっけ。あ、意味？系列。なんか寄せ集めるよ。腹黒い人。バラエティパックみたいな。悪口バレる。俺から言えないときお花で食ってあげるわけか。帰るときに川田君の代わりに一人そういうのが入ってきて、こういうことか。言わずにやるんだ。そういうことか。だって花言葉ってあなたの死を望みますとか。何の話だったか忘れたけど。鳥かぶと。でもそれなんかあなたが嫌いとかだと思う。人嫌いとか。裏切りとか。なんでこっち見るの？逆に嫌われる方だよね、うちの方。はい、そんなことないです。一人でチャンネル始めて、あいつらの暴露。あいつ実は裏でこんなことやってました、言ってましたとかさ。やりそうだよ、ね。暴露することないじゃん、こんなのあんだから。いや、うちら結構手柄してる。もうこれ以上ないぐらい言ってる、自分で。実は鎌田さんさって言うことがないっすね。ないと思う。全部自分で言っちゃう。なんならたまに鎌田さんのツイッターを見て初めて知ることがあります。何？例えば、ああそうなんだみたいな。いやだからそのああそうなんだって多分ああそうなんだぐらいだから覚えてもらえない。ああなるほどね。さほど興味はないんだ。まあまあまあ興味あられすぎても困るけどね。